広がる心配し、この先も泣いたり笑ったり喧嘩したりしながらずっと一緒にいよう。降り注ぐ光、太陽の下でどんな歴史より大切だって自信持って、yeah、 俺からのメッセージ。Oh,
ざけるな、平成探偵。メガネじゃない、僕は羽村だと何度言えば気が済むんだ。なぜ逃げた？真面目に答えろ。こいつ、黙っていればいい気になって。なんだ、取り調べ中だぞ。だから、おとなしく待ってろよ。自分で食いに行け。釈放だ。手続きを済ませてきた。外で説明を受けてとっとと出て行け。身柄の引き受け人にも連絡はつけた。静かにしろ。あんた今度は何やったのよ。あんた任侠映画の見過ぎね。ママが倒れたら恭一郎のせいだからね。
京一郎ってば、待ちなさいよ。知らないわよ。私には恨まれてもおかしくないことしてる自覚あるんだ。泥棒さんもかわいそうにね。こんな貧乏事務所に入っちゃってがっかりしただろうな。くじじゃないの。誰も取りゃしないわよ、こんなの。うわー、宝くじを金目のもの扱いしてるばかりか、ドリームとか言っちゃってるあたり、京一郎ってダメ人間だね。くれてるんだ。